ファン必見。ボンの MV にかけられた驚愕の制作費とその真実。平野翔が明かす。ボンの MV 制作にかけた脅威の費用とはある日、私たちはボンの最新ミュージックビデオ、MV の話題で盛り上がっていました。その中でも特に話題になったのは、その制作費を誰が出したのかという点でした。多くのファンは、平野翔、神宮寺優太 岸優太の3人が自分たちで出したのではないかと考えていました。特に平野翔が400万枚買ったと冗談を言ったことがあり、その余裕と大胆さから彼が制作費を出したのではないかという意見が多かったのです。この MV の制作には相当な費用がかかったことは明白でした。撮影場所や道具、衣装、照明、VFX、振付師のギャラ、大道具小道具、場所代、 弁当代など、数えきれないほどの経費がかかっています。特に昭和感を出すための細部までこだわったセットや小道具、人形劇のシーンなど、その完成度の高さには驚かされました。あるインスタライブでは、平野翔がファンと一緒に MV を見ようと呼びかけました。私はその時、ライブを見ながら公式 YouTube をスタンバイして、カウントダウンして MV が公開される瞬間を待ちました。 MV は期待を超える素晴らしいもので、その制作に3日間かかったと聞いて、さらに驚きました。しかし、制作費については具体的な情報がなく、多くのファンは平野翔が自分のためではなく、周りの人々のためにお金を使っているのではないかと感じていました。ボンの MV が公開される前、ある占い師が3人の運勢を占ったところ、 神宮寺由太たが MV にかかる費用について心配しているという結果が出ました。この結果からも制作費がかなりの額に達していることが伺えます。実際、MV の裏側を見てみたいというファンの声も多く、ドキュメンタリー形式で制作過程を公開してほしいという要望もありました。この MV の成功は3人の努力と情熱の賜物です。彼らは自分たちの地位や名誉を捨ててまで、 このプロジェクトに全力を注いでいます。平野翔は自分がプロデュースすることで制作費を出してでも最高の作品を作りたいという強い意志を持っています。そのためファンも彼らの努力を認め応援しようとしています。MV の公開後、SNS でも大きな反響がありました。普段あまり SNS を使わない岸優太も連投しており、 3人がどれだけこのプロジェクトに力を入れているかが伝わってきました。ファンも SNS を通じて MV の視聴回数を増やそうと努力し、彼らの期待に依頼ようとしています。このように、ボンの MV は多くの人々の努力と支援によって成り立っています。特に、平野章のリーダーシップと決断力は、このプロジェクトを成功に導く大きな要因となりました。彼が自分のためだけでなく、 周りの人々のために尽力する姿勢は多くのファンに感動を与えました。さらに、この MV の制作にあたっては様々なアイデアや工夫が凝らされており、その全てが映像に反映されています。人形劇のシーンや昭和感漂うセット、細部までこだわった衣装や小道具など、その全てが一体となって素晴らしい作品を作り上げています。さて、話を続けましょう。 ボンのミュージックビデオ MV はその制作過程から公開後の反響までまるで一つの壮大なドラマのようでした。特に制作費を誰が負担したのかという謎は多くのファンの興味を引きました。この疑問に対する答えは一部のファンの間で議論を呼びましたが平野翔が制作費を出したという説が最も支持されました。彼の過去の発言や行動から 彼がこのプロジェクトに多大な情熱を注いでいることは明らかでした。彼は一度400万枚買ったと冗談を言って騎士ユータを信じ込ませたほどその規模の冗談を言う余裕がありました。そのため平野が制作費を出したと言われても多くのファンは驚きませんでした。この MV の制作には膨大な費用がかかりました。撮影場所や道具、衣装、照明、VFX、 振付師のギャラ、大道具小道具、場所代、弁当代など、そのリストは尽きることがありません。特に昭和感を出すためのセットや小道具には、細部までこだわりが感じられました。人形劇のシーンや、懐かしい雰囲気を醸し出すためのアイテムが揃っており、その工夫と創意工夫には簡単せざるを得ませんでした。インスタライブでの平野翔の呼びかけに応じて、多くのファンがリアルタイムで MV を視聴しました。 私もその一人で彼と同じタイミングで MV を見ることができたのは本当に幸せな時間でした。MV の公開直前には公式 YouTube をスタンバイしカウントダウンをしながらその瞬間を待ちました。MV が始まるとその素晴らしさに圧倒されました。制作に3日間かかったと聞いてその短期間でこれだけの作品を作り上げたことに感心しました。 また、制作費についての具体的な情報はありませんでしたが、平野翔が自分のためではなく、周りの人々のためにお金を使っているというファンの意見は、多くの人々に共感されました。彼のリーダーシップと決断力は、このプロジェクトを成功に導く大きな要因となりました。MV の公開後、SNS 上での反響も大きく、普段はあまり SNS を使わない岸優太も連投するほどでした。 三人がこのプロジェクトにどれだけ力を入れているかが伝わり、ファンも彼らの期待に依頼ようと努力しました。SNS を通じて MV の視聴回数を増やし、彼らの努力を支えるためにファンも一丸となって活動しました。この MV は多くの人々の努力と支援によって成り立っています。特に平野省のリーダーシップと決断力は、このプロジェクトを成功に導く大きな要因となりました。 彼が自分のためだけでなく、周りの人々のために尽力する姿勢は、多くのファンに感動を与えました。さらに、この MV の制作にあたっては、様々なアイデアや工夫が凝らされており、そのすべてが映像に反映されています。人形劇のシーンや昭和感漂うセット、細部までこだわった衣装や小道具など、そのすべてが一体となって、素晴らしい作品を作り上げています。平野章、神宮寺雄太。 岸優太の三人が、それぞれの才能と資源を持ち寄って、このプロジェクトを成功に導いたことは、ファンにとっても大きな喜びです。彼らの努力と情熱が詰まったこの MV は、10年後にも色あせることなく、多くの人々に愛され続けることでしょう。最後に、このプロジェクトに関わったすべての人々に感謝の意を表します。彼らの努力と情熱があってこそ、この素晴らしい作品が生まれました。 そして、ファンの皆さんも、彼らの努力を支え、応援し続けてください。次の作品がどのようなものになるのか、今から楽しみでなりません。あなたはどう感じましたかこの MV を見て、どのような感想を持ちましたかぜひ、あなたの意見もお聞かせください。平野章、神宮寺優太、岸優太の3人が、それぞれの才能と資源を持ち寄って、 このプロジェクトを成功に導いたことは、ファンにとっても大きな喜びです。彼らの努力と情熱が詰まったこの MV は、10年後にも色あせることなく、多くの人々に愛され続けることでしょう。最後に、このプロジェクトに関わったすべての人々に感謝の意を表します。彼らの努力と情熱があってこそ、この素晴らしい作品が生まれました。そして、ファンの皆さんも、彼らの努力を支え、 応援し続けてください。次の作品がどのようなものになるのか今から楽しみでなりません。あなたはどう感じましたかこの MV を見てどのような感想を持ちましたかぜひあなたの意見もお聞かせください。